こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はこってりしたものが食べたいの。へえ。ごまの効いた味噌ラーメンをできるだけ簡単に作っていくよ。わお。ほんなら、いこうやか。このチャンネルでは、おいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。今日のお料理はね、ちょっと測るものが多いので、あらかじめ、ね、少し測っておきました。信州味噌、それから西京味噌でしょ、このモヤモヤっとしたのが、シャンタンデラックス、そして、これがね本出しです。あと下にドロッと流れてるのがこれ練りごまですね。あとね、ハイミーですよね。ハイミーの量がね微妙なんです。こんなもんもう小さじ何杯とか言えないか、レベルね。ちょっとでいいです。あんまり入れるとね、なんかいやらしい味になるんですよ。で、みりんですね。そしてお酒も入れます。はい、じゃあこれをね混ぜていきますよ。あとでまたしっかり火入れしますからね、そんなにきちっと混ぜなくても大丈夫です。こんなぐらいのね粗い感じでいいですよ。はい、ではね作っていきますよ。ニンニクをねちょっとこんな感じで、もうまな板で切るまでもないですね。スライスをして、もうちょっとでいいです。もうちょっといこうかな。はい、そこへね唐辛子がね結構合うと思うんです。ちょっと輪切りのやつ、粗挽きがあれば粗挽きの方がいいんですけどね、輪切りしかなかったので、ちょっと輪切りをねちょっとだけ入れていきます。はい、そしたら火をつけて、あまり強火にしない方がいいですよ。すぐ焦げちゃうといけませんからね。そしてねそこへ、豚バラを入れていきます。ちょっと手づかみでごめんなさい。こんな感じでね、いつも、なんていうのかな、冷凍しちゃうんです。そうするとね使い勝手がいいんですよ。パックで買ってきてもなかなかね使い切ることがないんですね。今日はねちょっと豪勢に、豚からね味を出したいので、100g 使ってます。あれ剥がす場所が分かんなくなっちゃった。はい、こんな感じ。はい、ね豚肉に完全に火が通らなくて大丈夫です。そしたら今度はね、この、ミックス野菜ね、今日なんかキクラゲミックスだそうですよ。はい、これ入れていきます。はい、これもね完全に火通す必要ないんです。そこへね合わせておいた調味料ですよね、これを先に入れます。お水先じゃなくてね調味料先に入れてみてください。はい、ちょっとこう味噌の焦げるってわけじゃないんですけどもね、香ばしい香りがね、漂ってきたら今度は水を入れていきます。はい、そしたらねちょっと味を見た方がいいですね、この辺でね。おお、ごまーって感じの味ですねこれ。うん、はい、ではねちょうど、後ろの鍋でねお湯が沸騰しましたんで麺を茹でていきますよ。はい、沸騰してきたらねごくごく弱火にしてください。あまりグラグラさせるとねごまが分離しちゃって汚らしい感じになります。あ、もうすでにちょっとなってるかな、ちょっと手遅れ。はい、ではね、まもなく茹で上がりますので、ね、もうこっちは火消しちゃって大丈夫ですよ。
で、はい、湯切りをするときにね、丼を下に置いて湯切りをしてみてください。そうするとね、丼が一緒に温まりますからね。で、丼のお湯はすぐに捨てます。はい、しっかり湯切りをした、麺ですね、これを入れて、あとは上からダバーっと、うわ、すんごいボリューム。ちょっと、あのごまがね、分離しちゃったもんだから、なんかアクが回ってるみたいな絵面になっちゃいましたね、これね。はい、ごま味噌ラーメン完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思うんですけども、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。おネギ入れるの忘れちゃったんで、入れてきましたよ。熱そうだなこれ。いただきます。うん、めっちゃんこうみゃ。これこれ。おいしいもの食べてるときって本当に幸せですよね。この今日使った、ミックス野菜ですよね。これね、キクラゲの入った、キクラゲ入りミックス野菜ってやつかな、使ってみたんですけども、これねすごい美味しいですね。キクラゲのあのコリコリした食感がもうたまらないです。最近ね、こういう最近でもないけど、まあ、数年前からどこのスーパーでもね、このカット野菜っていうのを扱うようになったと思うんです。これもね、ある意味コロナの影響なのかもしれないですよね。新型コロナウイルス、あれのおかげで飲食店がずっと閉まってた時期があったじゃないですか。まあその時期に私もこの、YouTube をね始めさせていただいたんですけども、お店が閉まってるもんだから、特に一人暮らしの人が一番困ったと思うんですよ。その例えばキャベツ炒めを作りたいって思っても、キャベツ丸々1個買ってきて、で、人参を、まあ、2、3本入りのやつを買ってきてって、そうやって揃えると絶対使い切る前に腐らせちゃうんですよね。なのでこういったカット野菜なんてのは本当に便利です。で、お値打ちですしね。今日使ったのも98円、88円ちょっとごめんなさい、覚えてないんですけどもね、そんなような安いお値段、100円もしなかったと思うんですね。これで1食分、あり余るほどの野菜の量でしたから、これは本当にね、使い勝手がいいと思います。今日は味噌ラーメンの話だったのに、なんかカット野菜の、おすすめみたいになっちゃいましたね。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。またね。